おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回はですね、もう早速ねこちら激アツ戦術ガチャね解説していきたいと思います。もうね皆さん説明する必要もないかもしれませんが、このサカツクというゲームにおいてですね、最もね効率よくチームを強くしたいのであれば、まあ、この場合の効率っていうものは GB ね、最も GB あたりのね効率をよくチームを強くしたいのであれば執念ガチャよりも引くべきと名高い戦術ガチャでございます。今回はねこちらを解説していくんですが、いかんせんね4つも戦術があってすごく多いです。なので今回はどの戦術がいいのっていうところをまず話していきたいのと、あとはですねこの戦術ガチャ全体を通しての、まあ、ポイントですとかいいところ、あとはまあちょっとねこういう人は引かなくてもいいんじゃないのっていうところを話していけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあまず今回のガチャでね、GB が無限に余っていてめちゃくちゃ引けますって人じゃない人以外は基本的には、引かない方がいいのはポゼッションになります。まあ、ここに関してはあくまでも予想とかそういうレベル、まあ、ポゼと中央かなになってきちゃうんですけど、おそらくね4周年が来た段階で戦術が再度カウンターっていうことはないのかなと思ってます。現状環境はね、カウンターとサイドがそれぞれレベル6のね戦術得意度レベル6の監督が来ているので、まあ、この2つに関してはね4周年以降のまた次の段階までしばらく環境が変わらないかなと思ってます。一方ポゼと中央この2つに関しては今回ね中央突破ではフランスの選手たちがメイン、そしてポゼッションではマンチェスターシティの選手たちがメインになってますが、この2つはね監督の戦術得意度がレベル5ということもありちょっとねサイドカウンターから今現在環境で遅れを取っています。いやいや環境で遅れ取ってるんだったらこっち引いてチーム強くした方がいいんじゃないのって思う方もいるかもしれないんですけど、環境で遅れを取っているっていうことはですね新バージョンの監督が来てですねその監督に合った選手たちがまた執念ガチャとかでラインナップに追加されます。いやいやじゃあ執念ガチャ引かなきゃいけないじゃんってなるかもしれないんですけど、仮に執念ガチャ引かずに、まあ、例えばね新しいプレッサー1個だけ、まあ、何とか確保するとか星4選手でカバーするとかやったとしても監督は基本的には戦術得意度レベル6の監督に乗り換えることになります。環境の最前線にいるのであればね、好きな監督で好きなチームでやれますだったら全部好きにしていただいたらいいんですけど、そうじゃないんだったら中央とポゼに関しては今来ている選手たちがね引き続き新監督の下でプレースタイルとか込みで居場所があるかどうかが分かんないんですよね現状ね。っていうことを考えるとちょっとリスクなんで引かない方がいいかなと思います。まあ、よっぽどベンゼマ欲しいですとか、よっぽどもうギュンドアンじゃなきゃ私はギュンドアン使わない限りこのゲームやりませんみたいな方は引いていただいたらいいんですが、単純にチーム強くしたいとか長期的にね使っていきたいっていう話をしていくのであれば、まあ、今回はクライファーとビエリの方に目を向けるべきかなと思います。でここはねまず前提として環境、現在の環境と、まあ、これから先の環境を踏まえた上で、まあ、どの戦術引いた方がいいのっていう話なんですけど、そうじゃなくてねじゃあそもそも戦術ガチャってどういういいとこがあるのっていう話なんですけど、基本的には戦術ガチャのいいとこは1回 3000GB っていう GB の数が少ないにもかかわらず星5の確率が 10%、 これがねすごくいいわけです。星5の確率が 10% ってかなり高いんですけど、よいしょよいしょよいしょ、それがですね1回 3000GB になるともう正直ねボンボコ星5手に入ります。今ここね見ていただいたら分かるんですが1人当たり 1% 10人で 10% ですよね。もうこれはねマジでねなんていうのかな、普通の執念ガチャの 6% のやつとかを淡々と引いてる人たちと比べると手に入れられる星5の数が全く違うんですよね。でかつ、まあ、今回の選手たちのラインナップ見ていただいたら分かるんですが、サイドで見てもねクライファートとかもう普通にね最強クラスです。バーディーファンダイク込みでね最強クラス、ビニシウスジュニオールもいるしね、うん、めちゃくちゃいいガチャだと思います。ちなみにビニシウスに関しては今現在のこのビニシウスが強い動向ではなく、おそらくね新バージョンで破格の性能がいつか来ると思います。取っとくっていうのも選択肢としてありだと思いますし、まあ、デクランライトもそうだよね、まあ、ほぼほぼ間違いなく新バージョン来るでしょう。ルークショーもこのルークショー強いし、このハリーマグワイに関しても11800級の中では最高クラスの性能ですね。ファイティングタックルとエッジングマーク持ちかなり強い
マグワイアです。こんな感じでですね、めちゃくちゃいいラインナップで1人 1% で出てくる。このサイドだけで見てもクライファート、デヨング、ファンダイク、まあ大当たりがね、クライファートと、まあ、ファンダイク、バーディーだとしたら大当たりが3人で、その下にまあデヨング、マグワイア、ショー、ビニシウス、ライスとかがいるっていう考えると、まあ、外れの選手の方が少ないじゃんっていう話なんですよね。デクラン・ライスもめちゃくちゃ優秀です。1万1800級の鉄人プロテクター。いやちょっとパッとしないじゃんって思うかもしれませんが、実質マークがないだけなので、まあ、フルでスタミナ動き回ってくれて、パスカットとタックルダイアップしてるデクラン・ライス、守備力かなり高いですし、まあね、パスカット AB マーク、あ、パスカットが AB、 タックル AB、 マーク AA の構成もすごくいいですし、まあ、かなりいいラインナップ。これが 10% で、しかもなんといっても毎回1人星5確定。これは正直ね、強すぎると言わざるを得ない。このガチャが熱すぎると言わざるを得ないですね。今回の戦術ガチャマジでいいです。でもう一個いいところが、まあ、サイドアタックのところにね、ゴレアドール、バーディーがいてくれて、今回のねこちらカウンターのところにはゴレア、ポストプレイヤージョーカーのジルーがいますよね。で、まあ、カウンターに関してはポストプレイヤージョーカージルーとトリックスタージョーカーのキエーザ、まあ、この二人はねちょっとなんていうのかな、トリックスターとポストプレイヤーなので、センターフォワードが1枚しかないところになるとね、プレースタイルの関係でちょっと入れるの難しい可能性も高いですが、まあ、それでもですねかなり優秀な2人がセンターフォワードとして、しかもジョーカーとしていてくれてます。ザニオルもね優秀な OMF ですし、結構ね本当にね強いジョーカーが手に入ります。やっぱり勝つんだったらジョーカーをきちんとチームの中に入れておいて、できれば貫突まで持っていきたいということを考えると、確率が高いガチャで引くしかね正直ないかなと思ってますし、まあ、そういう風に考えると今回の戦術ガチャ、まあ、毎回戦術ガチャではジョーカーが追加されますが、ジョートバでもね、まあ、ベンゼマいて、エリクセンもいますし、まあ、こんな感じでね優秀なジョーカーがラインナップにいる戦術ガチャっていうものはかなり熱いのかなと思います。まあ、めちゃくちゃいいガチャだと思います。地方突破ね、正直あの環境変わることを考えると今引いてくださいって話ではないかもしれませんが、ハファーツもね OMF センターフォワード両方できて、制限戦ではものすごく優秀です。すごくちょっと低いですが、制限戦では問題ないでしょう。でハファーツに関してもまず間違いなく新バージョンが来ますし、ホゼに関してもですね、まあちょっと環境変わるので何とも言えませんが、ベルナルド・シューバに関しては本当に超最強クラスに強いですね。OMF インサイドハーフ、ジョーカードリブル超ゴールハンターにサンバドリブルはちょっと破格すぎるかなと思いますね。これはマジでベルナルド・シューバやばいね。ディフェンス選手全員のスタミナショーダウンしつつ、自らのスタミナショー回復しつつ、ドリブル特大アップなんで、まあちょっとベルナルド・シューバ貫突 OMF で突っ込まれちゃうと、正直これどうやって後半スタミナ尽きたセンターバック陣止めんのっていうレベルになっちゃいますよね。パーティーも1万1500級のテクニコジョーカー、まあすごく優秀なガチャです。なんでね、まあ、あのちょっと環境とかから考えると、中央ポゼはなかなか引く選択肢には入ってこないのかもしれませんが、もうそれでもねサイドカウンター、まあ、どうしても OMF のジョーカーが欲しいんだったら、まあ、中央突破のエリクセン、そしてポゼションのベルナルド・シューバ、まあ、2人とも破格の性能、特にベルナルド・シューバに関してはね、間違いなくダイヤモンドディビジョンでも使われる選手、間違いなく使われる選手ですので、まあね、取りに行く価値があるかなと思います。 3000GB で、毎回1人確定、確定枠以外も 10% ということを考えるとね、今回の戦術ガチャもね、まあ、今まで通り最高クラスの、豪華なガチャと言わざるを得ないので、ぜひぜひねこの機会にチームの強化していただければなと思います。ただやっぱりね1個だけね気をつけていただきたいというか、まあ、当然も皆さん分かってることでね説明必要ないかもしれませんが、4周年が来ます。ここだけちょっとね皆さん意識しておいてください。4周年が来るので、まあ、今ねここで最強クラスになっている選手たち、まあ特にクライファートとかもそうなんですけど、12800級でねエースの資質持ってて、ゴールブレーカー持っててめちゃくちゃ強いんですが、4周年来る中で彼らが引き続きね最高クラスかと言われると正直ちょっと難しいかなっていうのも、3周年の段階で、まあ、3周年を超える段階で総合値が1万1800から1万2800に乗ったわけですが、まあね、その総合値が1000上がるよりも大きな変化が最近起きているんですが、それが特徴4つですね。今回の戦術ガチャそれが1人も来なかった。
現状ねガチャから出てくる特徴4つの選手は、まあちょっとすごく遡ってなんか監督の特徴持ってるポクツとか、まあ、キャプテンサブ特徴持ってる選手とか除いて本当にね十分強い特徴として、4つ持っていたのはクーマンとデルピエロだけなんですよね。サイドのクーマン、そしてカウンターのデルピエロだけだったんですが、この2人がですね、この2人がね来たので、まあ、今回の戦術ガチャも特徴作るかなと思ってたんですが結果来なかったので、まあ、ちょっとね4周年のガチャで特徴4つの選手が来そうなことを考えると、まあ、今までほど4周年じゃなくてこっち引いた方がいいとはならないのかなとは個人的には今思ってます。個人的にはね、もしかしたらねここで特徴4つの選手新選手として何人か追加されるかと思ったんですが、ちょっとそれがなかったので、そこだけね皆さん、あのもしかしたら本当に特徴4つの、まあ、クーマンとか見ていただいたら分かるんですけど、あの化け物が来る可能性ありますので、そこだけね念頭に置いていただけたらなと思います。すごく分かりやすい例で言うとファンダイク 12,809 でディフェンスマスター、フィジカルキング、ボールジャンバー、ストラグルタックル、アイロニーパスカット、もうこれだけ見たら最強じゃないですか。 SAB、パスカット、SA、マーク、BB、 誰もねこのファンダイクが最強クラスじゃないって判断しなかったと思うんですね。もう本当にこのゲームにおける最高クラスというか、もう最高はファンダイク間違いないよねってレベルだったと思うんですが、クーマンがね特徴4つ持ってきちゃったせいで、これとファンダイクを比べた時に、あーファンダイク特徴3つなのかーってなっちゃうんですよね。多分私の他にもなった方いると思うんですけど、クーマンなんか特に5つのハイタックル帳持ってて、ではトータルマスター持ってて、ちょっとクーマンが強すぎるっていうのはあるかもしれませんが、にしてもねちょっとね、4周年でもしかしたらというか4周年でクーマン以上の選手はほぼ間違いなく来る、同等以上は来ると思ってますので、そうやって考えるとねクーマンと同等の選手がいない今回のガチャは、まあ、ちょっとね待機するっていうのも一つね、まあ、選択肢かなとは思います。ってことで、まあ、ちょっとは難しい判断になってきてしまうかもしれませんが、まあ個人的にはね、個人的には GP の効率を何も考えずに最優先するんだったら引いていいと思います。ただやっぱそれでも環境トップクラスの選手は確率低くてもいいから、なんとか頑張って監督するから環境トップクラスの選手が欲しいなって方はね待機していいんじゃないかなということで、今回の動画ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様の良いガチャを祈ってます。トフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。